皆様、本日は東海オンエアグランプリ2022卸し合い公開計量にお越しいただきありがとうございます。早速選手の入場です。赤コーナー芝生選手、青コーナー利光選手。今回のマッチはスーパーフェザー級 58.97kg 以下、まあざっくり 59kg 以下での契約になってます。それでは芝生選手から計量お願いします。はい、どれや、俺が先に乗った。芝生選手 62.5kg、 3.5kg オーバーです。はぁ、おいオーバーしてんじゃねえかよお前、おいやる気あんの、はい、おいやる気あん、ま、オーバーしてくるよ、おいやる、ちょうどいいだろう、やめろ、おいやめろ、おいやめろ、おい落ち着いてください。オーバーしてんじゃねえか、おい弾割れてんじゃねえかよ、ちょっとこれはやめちゃうのかよ、契約違反ということで、またちょっとこちらで考えさせていただきますか。出せよ、一度計量を続けさせてください。藤見選手、計量お願いします。さあ、どうぞ、どれ、はい、利光選手 64kg、 5kg オーバーです。めちゃめちゃオーバーしてんじゃねえかお前。あ、おい、ご飯大好きなんだよ、まあかかってこいよ、もうここにしてやるよ、お前舐めてんのかお前、お前おせえだろ、来るの、おい胸毛ちぎんだ、あいつオーバーし軽くなんだろうが。いやー、しかし今回はスーパーフェザー級ということで 59kg の契約になっておりますので、このままではもうあの主催者判断でマッチを行うことは不可能かと。なるほど、減らしてやるよ。では6時間後にえ再計量を行いますので、それまでにお二人とも体重を 59kg 以下に落としてきたら今回のマッチは開催可能。ちなみにいろんなところでテロップが入ると思いますが、大変危ないことを今からするのかもしれません。そうですね、はい、専門家がいるとはいえ、はい、まあ、もちろん専門家の方についてもらうんですけれども、はい、専門家の方もおっしゃってました、基本やっちゃダメそれを普段からボクシング選手はやっていると。本当にあの僕も朝倉未来選手の YouTube とかね、那須川天心選手の YouTube とか見て、まあ、水抜きってすげーこんなに落ちるんだと思ったんですけども、本当にあの人は脱水通り越してますので、どう考えても人間の体にとっては悪いことをわざとは今からするわけですよ。水抜きはやったことないけど、はい、まあ、できるに決まってるっしょ。あ、皆さんはこのように舐めた態度でくれぐれも、うん、明日身体測定だからみたいな軽いテンションでやらないようにお願いします。そしてお二人もあ、やべえかもと思ったらやめてください。分かったよ、この二人で選ばれたの体重近いから。あ、そうです、一応最初のこの茶番をやりたかったんですよ。で、さっきやかあのということで、今回ねとりあえずジムみたいなところね用意してくれてるみたいなんで、早速そちらに行って、まあ、なるべく努力してきてください。はい、そいつも防音してやるよ。ああ、してきてください。してる、してる。それでは、6時間後にまたお会いしましょう。どこだよ、ここは。見りゃわかんだろ、お前ゼロワンジムさんだよ。ゼロワンジムさん、肩気やんだよ、今回貸していただいて。あ、やんだよ、おい、まずやんのか。よっしゃよっしゃ、頑張るか。おい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 スペシャルって褒めますよね、僕。いや、違う。前でね、俺だよ。お前がスペシャルだけないだろ。わけないっていうな。ドブみたいな顔してやる。それでは、スペシャルお兄さん、お願いします。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 ゼロワンジムの加藤と言います。よろしくお願いします。ゼロワンジムの、北川優斗と言います。よろしくお願いします。お願いします。おー、スペシャルだ。水抜きは経験されたことあるってことですね。そうですね。僕の場合は、まあ、プロの現役でやってるので、1日で 5.8kg。 おい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 、やばいですか、もう気合いっす、気合いっす、みんな気合いって言うもんな。 YouTube で朝倉みくりさんとか見ても気合いで、あとはあとロープかな。おお、なるほど、わかりました、うん、よろしくお願いします。お願いします。3分で35秒で、インターバル45秒、はい、で3ラウンド行きましょう。はい、おお、いきなり始まる、いきなり、よーい、はい、飛び方って、飛び方まず両足飛びで
Yeah.
まだ練習続くんだ。てめえ、すぐ下ろせ。一口かけてたの。全然違う。だいぶ違う、これ。もう大丈夫ですか。いや、ここにあるだけで違う。ここに空の空いてる水があるだけで違う。わ、うん、かる。もうそれだけでなんかパンツみたいな気分ですよ。パンツがラッキー。右蹴るときに左足をちょっと斜めで、手と足をうわ、あんまり足の力っていうか手のこの振りで蹴ってもらえる。はい、あ、はい、やってみますか。はい、はい、じゃあ行きます。はい、よーい、始め。じゃあ後ろの足をどうぞ。次のステージに来ました。いらっしゃい、はい、ザジーさんのお家にまさか上がれるとは。ザジーさん、あー、すいません、いや、よかしくて、すいません、忙しかった、お時間です。お願いします。サウナを使いたいと。普段 の、 そのプロの選手の減量的にはサウナより半身浴。あー、まあ、次の日にやっぱ疲労を残したくないんで。なるほど、はい、まあ、今日時間がちょっとないっていうことなんですぐですか。営業サウナで。なるほど、やっつり。どれぐらい入るんですか。まあ10分を1セットに考えて4セットは行ってほしいですけど、まあ4は全然行けます。4、5行けば疲労落ちたかなぐらいですね。あ、そんな行くんだ。頑張ります。お願いします。お願いします。倒れないように本当に見ててください。はい、行ってらっしゃい。暑くないかな。いあー、いいサウナだ。すごい、え、暑い。熱っ。あっ、こんな暑いっけ、このサウナ。見て、乾きすぎた。すげえ、胸毛すぎるじゃん。ちげえよ、汗が垂れてるだろって思ってたよ。サウナ楽しめてる？はい。普段より汗の出が悪い感じしますね。へぇー。さっき出したからかな。柴田さん、としみつさん。はい。10分経ちました。はい、行ってみましょう。あー、動け。あー。でも、一旦最高っすね。おー。うん。まあ、1セット目はね。うん。これ2周目って意外に出ないんだよね。2周目になってくるとなんか鱗じゃなくてポツポツポツ細かいやつになってくるよね。この撮影終わったらサウナ行くわ。元気？静かだけど。はい、大丈夫？なんか普段の2周目よりちょっと辛いなって感じは出てきた。あ、そうだろうね。3、2、出てくださーい。じゃあ、お疲れ様です。おー、まだ抜けてる。相当。おー、いいですね。いやー、結構来ましたね。あー、あー、おー、イエス。よっしゃ。普段だったらここでもうサウナ終わってもいいのね。
まあまあまあ。ああ、気持ちよかったーっつって。ね。ごくごくごく。最高だったーって。行きますか。よっしゃ。ロウリュなしで行ってみよう、本当に。半身浴の気持ちで。ロウリュなしだと、だいぶ違う。いや、そうなの。かけたくなっちゃう。そうな、普段から行ってると、かけたくなっちゃうけど、これ、こらえて、こらえて、じわじわ行きたいね。で、最後は、マザジが見てる。マザジが。大丈夫大丈夫です。おーい響いたな。追い込む。ああ、やってもいいね。うわあーやばい。おお終わった。いってあー、ジ・エンド。ジップ。しゃあ。おお。ああ。まだ出てるね。これ。すいません。はい、どうもです。まだ。はい。まだ汗出てたよ、二人とも。めっちゃ出る。めっちゃ出るよ。けどやっぱここに来たら最高じゃないか。ここに来たらもう最高と言うじゃないか。こいつはサウナの鏡だ。ここに来たら最高。辛かった分ここで最高なんだ。そう、なんかどうしてもね、なんかね。お疲れ様です。お疲れ様です。なんか二人で会話しててもパサパサになってきてて何言ってるか分からなくなります。ちょっと声がちょっとなんか実は藤原竜也に寄ってくるんですよね。ご褒美タイム。おお。神様だ。あ、そんなになるんだ。この男マジでイケメン。イケメンすぎ。イケメンじゃない。これイケメンじゃない。マジでかっこいい。まっすぐだ、すぐだ、これ。ほほ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 いい音ですね。さあ4週目のサウナ、これはね、サウナでも体調良くてもねやんないぐらいのサウナですね。どうですか、ガリガリ君のおかげで大丈夫です。やっぱメンタルが大事なんだろうな。普通人生人からしてくれるな多分。あ、ごめん。終了、出ていいよ。ちょっと水風呂待機します。水風呂独占禁止法により一旦お願いします。あー気持ちいい。あ、口が、あー飛行機、あー本当だ。ANA かな。飛行機のインサート撮ってるな。あ、わかるよ、あれメーカー、メーカー会社ギリギリ見えないです。やかましい。体だるいな、ちょっと風邪ひいてるみたいな感じ。だるくなるんですか。だる、めっちゃだるくなるんですか。今風邪ひいてる感じはある。いやでも汗減ったね。俺めっちゃ出る。めっちゃ出る。すごいな。俺もちょっと減ってない？ちょっとなんか結露ぐらいの汗しか出なくなってきた。あー、すごいすごい。おーい、何勝手にかけてんだお前。残り1分です。気持ちよくない。終了です。お疲れ様です。お疲れ様です。来ました。本当によく頑張った、偉い。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ダメダメダメ、出ます出ます、まだ。なんか普通にめっちゃ整ったわ今。どうしますか、6回終わったわけですけど。やめた方がいいと思うんですかね。5まではいけるってことですかね。やめた方がいい。出ました。ちょうど1時間なんで、はい、出たか。いやでも本当に十分頑張ったと思います。そうですね、お疲れ様です。すごいと思うんで。顔はね、水分ないのもちょっとわかるな。引っ張られる感じ、直に引っ張られる感じ。ああ、そうなんだ。でも確かにシュッとしてる。皆さんこんにちは。終わり、お疲れ様です。お疲れ様です。
帰りなさい。再計量の時間やってまいりました。どうしたんですか、そんなフラフラして。今もフラフラ。ちょっと待ってください、すいません。え、喉乾いちゃって。なんだあいつ、声出ねえんだよこっちは。いつに1回やられてんだよそれ。どうですか今日のトレーニングは。地獄だよ。いやちょっとボクシングやばかった。あ、そうですか。ちょっと脱いでいいですか。あ、脱いでください、脱いでください。ちょっとどうだろう、僕は今この場でパッと見せられてるからあれだけど、今ね、比較画像出てんじゃないですか。普通に痩せてると思うんですよ。いや、痩せてると思う。やっぱりなんか肉というか、この筋肉からギャッと、そう、水分が出てるんですかね。いやまあでもとにかくね、58.97kg、まあ59kg をね、下回らない試合はできませんので、というわけで、まずは、ジバル選手、再計量。しよう。では、体重計に。やってるよ。お前、これでボコボコにしてやるよ。いや、始まった。ほっ、柴田優選手体重59キロパス。わすごい。ほぼスーパーフェザー級で、ほぼスーパーフェザーに俺出場できました。さあ、土地主さん、では再計量お願いください。どけや。おいや。 60.5 キロ。すごい。残念、パスならず。え、土地主さんの体重オーバーにより実施不可となりました。あれ。いいよ。二人とも 3.5 落ちてる。すごい、本当にぴったりすごくないですか。ちょっとじゃあお二人に水持ってきてあげてください。えちょ、あれがいい、OS1 買ってきてもらえ。そう、OS1 らしいのよ。うわあ、キャディさん気持ち悪い。もう、飲んでいいですよ。もうこの大会は、実施不可になったので。嬉しい。お疲れ様。お疲れ様。いただきます。どうですか、このお水の味は。本番みたいに望んでる水抜きが、選手にとっては本番前の準備でしかないっていうのはやべえなと。格闘家の人、えぐい。ほんとリスペクトが何倍にも膨れ上がったんで、格闘技見るときは水抜きやったんだなって思う。そう思えるわ。あれ、この数倍きついことやってるんですよ。すごく興味深かった。いや、本当に興味深かった。自分でやって、やってよかったです、これは。じゃあ、向かいやって。いいね。おー、いいじゃん、いいじゃん。決定、年末にやろう。いや、これ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 ブレーキングダウン。もう決定ですね、決定ですね。本当に決定しちゃいましょう。